どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。染谷ちゃん TV 始まるよ。はい、ということで今回は染谷フェス2023 in 羽田エアポート8月19日ということで、はい、まあ、控室なんですけれども、これからメインホールのギャラクシーホールの方に行って皆さんと一緒にね、ちょっと楽しみたいと思います。今日密着してくださるということで、はい、よろしくお願いします。楽しみですね、4年ぶりの染谷フェス。本当にね、ちょっとコロナ禍になってから、ちょっと毎年、今年はできるかな、今年はできるかなって思ってたんですけれども、まあ、ちょっとなかなかできなくて、まあ、コロナちょっと落ち着いてきたかな、大規模吐きちゃったかな、っていう感じで、ちょっと今回ね、開催させていただくこととなりました。で無事、本当にね、開催できて、たくさんの方々がもう集まってるということで、ちょっといろいろね、考えたんですけども、ちょっとね、久しぶりにやるから、ちょっとスタンダード。というかね、まあ、お食事しながらちょっと、ね、トークを楽しんでいただきつつ、まあ、僕も皆さんと触れ合いつつ、まあ、写真撮ったりとか、なんかこう皆さんとたくさん触れ合えるような、そんなイベントを、ね、させていただきたいなと思って、今回。でも羽田空港ってイベントできるんだね。そうですね。すごいね。びっくりして、羽田空港って結婚式とかできるんだね。俺も出発と到着のイメージしかなかった。イベントできるんだね。これによってでも、すごくだって羽田空港ついてそのまま来てる人とかもいるわけでしょ。すごいよね。もちろん今回初めての羽田空港でのイベントということで、僕自身もすごく楽しみにしてております。はい、まあこれ皆さんが見てる時にはもう終わってるかな、イベントは。はい、ちょっと楽しみたいと思います。レッツソミフェス。一曲やらせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。ではちょっといい、ようちゃんやらない、大丈夫？やります。期待してます。喧嘩に行くんかみたいな。殴り込みに行かれるか。する前にさ、この辺の反省する実際見たことある？ないっすけど。そういうイメージよ。ジャイアンでしょ。本日の主役、染谷俊之さんです。どうぞ。4年ぶりの染谷ベストライフになりますが、どうですか？いやー、本当嬉しいですよね。まあ、その日ですね、毎年やらせていただいてたんですけれども、まあ、ちょっとコロナ禍になってしまってからなかなかできなくて、で、まあ、来年こそはっていう感じだったんですけども、ちょっとなかなかできなくて、で、今年はまあ、コロナ落ち着いてきたかな、大規模が来てるのかな、わかんないですけれども、はい、まあ、ちょっと、ということで、本当に嬉しく思います。いろいろやること考えさせていただいたんですけども、ちょっと久しぶりにやるということで、まあ、ちょっとスタンダードの皆さんお食事パーティー的なものをご用意させていただいた。僕が作ったわけじゃないんですけど。はい、今日の皆さん、最後まで楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。染ちゃんが、温度を取ってください。はい、温度をね、本当はビール飲みたいんだけど、ちょっと夜もあるし、撮影タイムもあるもので、ちょっとオレンジジュースの説明します。はい、お願いします。じゃあ、いきますね。はい。あ、いいよ、持って。いいよ。いいよ、持って、いいよ、いいよ。あ、事務所の後輩なんですよ。
じゃあ、行きますね。じゃあ、ソメフェス2023、皆さんようこそ、乾杯！優雅な音楽が流れ始めた。すごい。ちょっと待ってください、後ろが後ろがとすごいことになってますよ。ちょっと邪魔お前邪魔だいだいだ、そんなちゃんも言っていいの？そんなちゃんも言っていいの？そんなちゃん立ててください。俺は違う言って始めた。俺がいたら飛行機が見えない人がいるかもしれない。すいません、すいません。いや、すごいです。すごいっすよね、マジで。俺が前でないとね、見えないですよね。すごくないですか？てか羽田空港ってさ、もうイベントできるんだね。すごい思いました。ね、本当に。その辺で今年は会場、はい、羽田空港でいます。羽田空港ってイベントできるんです。じゃあこんなに素敵な会場が。ねえ。そうなんですよ。僕ちょっと前向いてやりますけど、ちょっと飛行機来たら教えてください。万が一万が一ね。飛行機来たら教えてくださいね。大丈夫か。ねえ。いい景色です。すごい。ダンスはもう久々じゃないですか。うん、最近のソメちゃんどうしてんのかなっていうのを聞きたいですよね。あー、最近っていうか、まあ、はい、ちょっとまあ、なんでしょう、今年に入ってから、うん、こうやってトークさせていただくのをやってるか、カルネイベントとかやってるか、はい、だからまだちょっと作品が終わってからあんま振り返ってなかったんで、ね、はい、だからなんなら振り返るには、満開ステージ A3 ラプト2、ウィンター2023ぐらいからちょっと振り返らないといけないですね、かもしれない。はい、聞きたい。本当に、はい、ありがとうございます。いや、素晴らしかったですよ。僕はあの2022のスプリングの時に初めてその A3 に携わらせていただいて、今回初めてそのサポートメンバーで参加させていただいて、でその時すごい冬組のメンバーにね、あの、うん、2022のスプリングの時に冬組のメンバーにすごく支えてもらったから、で今回僕も支えさせていただきたいなと思って参加させていただきました。はい、本当にそうですね、なんかストーリーがなんかすごいなと思って、なんかそう、ガイリーっていう新しいメンバーが来て、でもう2幕最初に劇中劇が始まって、大体最後ぐらいじゃないですか、劇中劇って。でもなんか2幕最後ぐらい、あ、最初に始まって、その後にあのザクラにみんなで乗り込もうって乗り込んでいって、でなんか僕はあのザクラ兵をバッタバッタ倒すアクションがあったりとかして、なんかすごい盛りだくさんだったなって思います。でそのね、演出の松崎さんに稽古場でまだそのライブに組んでない時に、そのじゃあ180センチから飛べるって言われて、俺はああ良いですよって言ったんですよ。そしたらみんなおおってなったの。そしたらライブに来たら意外と高い。それはそうです、ね、なんなら180以上あんたも俺もあるなんだよ。だって北園寮って結構大きい、185ぐらいかな、うん、あれ、あいつより高いんだ。そこで180以上になっちゃったんです。そう、でも俺余裕っつって大ってなっちゃったばっかりで、こっから飛ぶしかないやるしないですね、言ってたらには。そう、飛んだりとかして、だって全部で何回飛んだんすか。いや、まあ、だからかける 2だよ。あ、だからそう、なんかまず東京公演の時に180個1回飛んで、で謎にこうやって階段登って、まず階段の点数、何度登るんですかね。東京公演中かける2やらせていただいて、まあ、稽古中でも飛んでたんですけど、そしたらあの神戸公演でまたちょっとあの劇場が変わって、ちょっと、まあ、狭くなるし、ちょっといろいろね、出かけ変わったんですよ。そしたら、どう変わるのかなと思ったら、ソメちゃん、客席に行ってください。え、マジか。客席がこうやって一回ハグでまた中に出てきて、なんかハグだと思って、でそ客席から上がってきて、また階段登って、はい、階段の手すりが飛ぶ。なんで登ったの。あの一回のジャンプにそれだけの間なんですね。バータリーの時にずっとブーブー言ってた。なんで一回登らせてまた下ろすねんっていう感じでしたね。いや、だから見ててすごいびっくりした。そこから飛ぶんだと思って、でも見に来てくれてありがとう。はい、もうすごくて、そういうのすごい素敵な、いや、ごめん、なんか文句ばっかり言っちゃうとさ、あんまツイッターで書かないで、ごめんね、あんま書かないでねとか、え、それだって1月でしょ。あ、そっからね、はい、スプリング2023やらせていただいて、はい、で、まあ、スプリング2022の時に劇中劇やらせていただいて、結構1個でもヒーヒー言ったんですけど、え、2個あるのと思って、嘘だろと思って、で、2個
やらせていただいたら結構大変だったんですけども、まあ、すごいやりがいあったなって思います。演奏ってすごくやることあって、まあ、なかなか結構大変なんですけど、まあ、やりがいあるというか、あの僕初めて結構縦の経験あるんですけど、初めて長い武器使って、まあ、長物を使ったことなくて今まで、ありがとうございます。槍とか、まあ、この身長だと刀とかになっちゃうから、はい、大体でっかいやつじゃん、槍も出されるでもやってそんなに初だったんですね。初めて で槍じゃなくて、なんかでっかい斧槍みたいなハルワードの武器でやらせていただいて、それも結構大変だったんですけど、はい、すごく楽しかったなと思います。でその間に、はい、上下のドラマとかさせていただいて、あいつが上手で下手が僕でっていう作品なんですけど、その写真もあったりとかして、またですね。そうそう、あんで、あの、見てください、みんな見てくださいでしたかねみんなもちろん、みんなもちろん、うん、もちろん逆にみんなのやついたら見ろよそんなことなんぞ、これちゃんと見てるんだよ、確かにで、そうなんですよ、その、まあ、撮影方法は結構特殊で、まあ、30分のドラマなんですけど、ロール1、ロール2、あ、ごめんね、俺ばっかしゃべっちゃった。ロール1、ロール2、ロール3ってあって、それでそれぞれの長回しで撮るんですよ、だから1個7分ぐらいかな。朝から1回そのロール1、ロール2、ロール3のテストやって、入ってって、だから7分の間に最後の方に失敗しちゃったら、また最初から撮り直してくる。すごい緊張感があったんですけど、最初結構戸惑ったんですけど、だんだんみんなそれに慣れてきて、まあ、やっぱ舞台とかね、やってるメンバー多いんで、それに慣れてきて、だんだんその、どんどん巻いて終わるようになって、1日もう2時間、3時間くらい巻いて終わるようになって、そんなになって、はい、で、だから最後の輪だけあのカット割りしたんですよ。じゃ逆にめちゃくちゃ時間かかっちゃって、俺らはもう一発撮りに行こうぜみたいな感じでしたね。すごい。はい。あとはまあちょっと語り尽くせないぐらいまだあるんですけど、はいはい、ちょっとお時間があれなんでね。はい。はい、まあ、この後もね、たくさんもちろん来ている今日方々からの質問コーナーがあるので、そちらの方でもしっかりたくさん聞いていきたいと、はいはい、思います。もうグランピニオンですねって言っても知らない人結構いた。まあ、わかんないですね。出てたんですよ。あのオレンジのカニちゃんね、はい、あ全然今と違うからね。確かにジャック・ブレアって、ジャック・ブレアという役をやらせていただきました。俺未だに忘れられないのはさ、俺が出てないシーンなんだけど、はい、アユネーとブオがバーって舞台上で会って、はいはい、アユネーが、あなたはジャック・ブレアっていうシーンでさ、はい、どっか本番でさ、あなたはジャック・ダニエルごめんなかった、お前ちょっと違う反省ですね。はい、ペンネーム笠倉さん、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 ちょっと恥ずかしくて渡してあげられないけど、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、笠倉さん、笠倉さん、最近ハマってるもの、キャラ、食べ物など教えてください。お、無難だね。そうだよね、最近ハマってるの何だったろうな。ワンピースカードかな結構世の中みんなで集まってやってます。はい。ぐらいですかね。はい。こんな感じでよろしいでしょうか。さあ、お食事楽しんでください。ありがとうございます。あ、これ、なんか、これも、どうぞよかったら、いらないですよね。いけますか？よかったら、はい、ありがとうございます。ニックネーム、はるなさん。はるなさん。はるなさん、いらっしゃいましたら、手を。そのフェス開催、ありがとうございます。お嬢さん、ありがとうございます。あ、夏なので、セミのモノマネをぜひ生で見てください。すごい、これって要望じゃん。セミのモノマネを生で見たい。いいでしょう。よし。少し欲しいですか？
暇がついてるいい反応ですね。いつかそうあのリアルメイクっていうイベントがこの前あったんですけど、その8時間5分しかないって言って、ちょっと周りが一回交換できるときに、あ、じゃあ話してパパパってやって、1回目でやりました。で、まさなりと2回戦目やろうとしたら、僕はリハ行っちゃって、俺は出たことないから。そうなるほどね、行くかもしれない、間違えた。彼らすごいよね、そんな短い間でもミスカードやろう。すごいな、はい。あるわけですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、もう一人で声をしているのが面白いですね。ニックネーム、はい、ハルミンさん。ハルミンさん、あー見つけるの早いね。 X 当たってほしいなって思われたのすごい、うん、エーステとトースター、お疲れ様でした。ありがとうございます。一番大変だったことは何ですか？おお。最近で言ったら名前をですよね。会場から笑いが。名前をにやったんですよ。はい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 。で、まず台本読んで、え、名前をにやるの？幕張メッセで名前をにやるの？名前をにやったんですけど、で、やっぱこう、東京南部出させていただいている人としては、それなりに、その、まあ、東京男子の名前知ってますけど、一緒にやってない男子の名前が、鬼で越えてきて刺すときにパッて出てこないんですよ。あ、フルネームで呼ばなきゃいけないんですよ。あ、どんなにまさかにみたいな。一緒にやってないメンバーパッて下の名前まで出ないんですよ。で、間違えるわけにいかないじゃないですか。それが一番苦労しましたね。はい、でも私スケッチで見事優勝しました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、続いてお願いします。ニックネーム、サトミンさん。サトミンさん、これ答えられると思うから。どんな質問でしょう。サトミンさん、ジャルとアナどっちですか？ここでこれは答えられるよ。これはサトミンさん、どっち好きですか？アナですか？あ、地元にアナしか飛んでない。あ、どっちかっていうのはなかなかちょっと言いづらいですけど、ジャルはなんかスルムラの本みたいだなって思うよ。はいはいはい、そんぐらいまでかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いてのテーブルは、はい、ニックネーム、ヒョラさん。ヒョラさん、ヒョラさんいらっしゃいますか？ヒョラさん、ありました。ちゃん、そうですね。一番好きな季節は何ですか？なんだろうね。え、春って答えた方がいい？まあ、そうですよね。あ、でも春かな。あ、夏かな、ごめん。夏です。夏の方だってイベントいっぱいあるじゃないですか。かき氷食べれたり、海行けたり、恐竜行けたり、サーフィンやらないけど、サーフィンやらない。なんかこう、夏にできることっていっぱいあるじゃないですか。だから夏っすね。はい、ありがとうございます。あっという間に時間が過ぎちゃいましたけど、はい、早い。はい、トミさん、今日はいかがでしたか？いや、でもとっても、まあ、さっきも言ったんですけれども、普段の皆さんもこの作品見てくださって本当にありがとうございます。皆さんが元気になるように、こう一生懸命演奏させていただいてるんですけれども、やっぱ今回はあの皆さんもこうやって、まあまあ、この後ね、写真でも撮影させていただいて、ハイタッチもさせていただくんですけれども、一人ずつとこう接種させていただくのがとってもやっぱ嬉しくて、はい、なんかこれ、え、僕のこと嫌いな人いないという嬉しくて嫌いな人はなんで来てんだよって話をね、多分好きな方、僕のことついてくださってる方が皆さん来てくださってると思うんですけれども、そのまあ、これだけ応援してくださってる方がいるんだと思って、やっぱとっても嬉しく思って、これから作品やるにしてもやっぱり それがすごく今日の思い出との励みになるので、今日はとっても素敵な思い出を皆さんと作ることができました。まだまだ、まあ、写真撮影とか、まあ、ハイタッチとかありますので、皆さん最後まで楽しんで帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。